ちは、こんばんぬ、リオララです。今日はちょい前ぐらい、いや結構前ぐらいからジャニオタさんの中でね流行りだしました、あれです、キンブレを作っていきたいと思います。イエーイ。キンブレとはペンライト、これぐらいのペンライトに時短の名前を入れて光らせる、キングブレ、キングブレード、略してキンブレで、結構ねそれ作る子はねメルカリとかねそっち系でなんか注文してゲットしてる子が多いんですけど、私は自分で手作りで作っていきたいと思います。まず用意するものがこちら、じゃん、買ってきました、キンブレのキングブレード X10 ネオって書いてる、こんなやつです。 OHP シートっていう透明のなんかフィルムです。これはたまたま家にあったんでね、これにまあ家にあるコピー機でコピーしてこの中に入れて完成です。まあ簡単ですね。じゃあちょっとやっていきましょう。今パソコンで、これはワードです。ワードで、私が作ったこんな感じの、やつをこれで OK なんで印刷していきます。はい、印刷していきました。ちょっとな、多分大きいかもしらん、大きいと思う。ちょっと金ブレからはめ出ちゃうかもしれへんけど、まあまあまあちょっとぐらいいいでしょう。あんまそういうの気にせへんタイプ今からこれをハサミで切って入れていきたいと思います。切ろう。先にちょっとこのキンブレの、入れ方だけちょっと説明しておきます。とか言っても私も初めてなんですけど、とりあえずこれを取って、中にね多分こうシートが入ってるんですよ、このキラキラの。これを取り出します。はい、取り出しました。これとだから同じサイズにしたらいいわけやな。うわ、はみ出るなこれギリ。じゃあこの透明になった筒の中にこれを入れていきます。入りました。かわいい。あーやば、これ幅もでかすぎましたね。もうミスのあれやん、極みやん。このさっきのキンブレシートを入れていきます。かわいい、待って、やば、天才的にかわいい。完成しました、見てください。中島優斗くんって書いて、こっちがゆうとりんって書いてます。じゃあちょっと光らしてみますね。ボタンはここにあります。なんか2個あるんやけど、あ、ついた。うわ、かわいい、めっちゃやば。あ、でもちょっとカメラ見えへんよな、わかるかな。これが赤です。ちょっとほんまにわかりにくい、オレンジに見えるな。めっちゃでももう光りすぎて超真っ赤っかです。こっから見たら、こっから見たら真っ赤っかやけど、画面越しにはあんま伝わらんかも。で、あとうちのキンブレ見てくださいよ、ここに0810ってやってるんですよ、ゆうとくんの誕生日。これが濃いめの、結構濃いめのピンクです。で、これが私が一番使うでしょう、水色です。いいですねこれ、めっちゃ。これが多分黄緑かな、これが黄緑です。キンブレを作る時のコツとしては、これ OHP シートで印刷する時に2枚、同じのを2枚印刷したらもっとこの黒いところが濃く見えて、光らした時に、やから多分2枚、重ねてこの中に入れた方がいいと思います、多分ね。私はちょっとOHP シートが1枚しかなかったんで1枚しかできないんですけど、これ紫です、可愛い紫も。で、これがさっきよりもちょっと薄めのピンクです。緑かな、多分緑です。で、これは黄色です。これ、あれ、さっき、で、これが、あれ、これ紫、はい、あー、で、これが黄緑ですね。黄緑、いや、違う、これが緑。なんか分かれへん。あ、これ、オレンジ。ごめんなさい、ほんま何色か何色か。これが白。え、白もめっちゃ可愛い。で、これが青です。って感じかな。多分ね、濃いピンクとか薄いピンクとか、多分いろいろあるんですけど。ほら、ピンク2種類あるわ。え、ピンク3種類ある？は？分かれへん。でも、とりあえず多分ジャンプはもう全9人ともの色は揃ってるはずです。って感じです。私が好きな、じゃあ水色でいいか。はい、こんな感じになりました。キンブレ光りすぎても見えへんな。とりあえずもう超かわいいですね、超かわいいんやけど、えぐ、かわいい。みんなもちょっと時間があるときぜひ作ってみてください、キンブレ。はい、で、最後にキンブレは、一応コンサート、ジャニーズのコンサートのルール的には公式で販売されてるペンライト以外は使用禁止なので、キンブレは使用禁止になってるので、コンサート内では使うのはやめた方がいいと思います。ぜひ作ってみてください。
じゃあね、バイバイ。作っていきたいと思います。まず用意するものがこちら。じゃん、買ってきました。キンブレのキングブレード X10 ネオって書いてる、こんなやつです。 OHP シートっていう透明のなんかフィルムです。これはたまたま家にあったんでね。これにまあ家にあるコピー機でコピーしてこの中に入れて完成です。まあ簡単ですね。じゃあちょっとやっていきましょう。今パソコンで、これはワードです。ワードで、私が作ったこんな感じの、やつをこれで OK なんで印刷していきます。はい、印刷していきました。ちょっとな、多分大きいかもしらん、大きいと思う。ちょっと金ブレからはめ出ちゃうかもしれへんけど、まあまあまあちょっとぐらいいいでしょう。あんまそういうの気にせへんタイプ今からこれをハサミで切って入れていきたいと思います。切ろう。先にちょっとこのキンブレの、入れ方だけちょっと説明しておきます。とか言っても私も初めてなんですけど、とりあえずこれを取って、中にね多分こうシートが入ってるんですよ、このキラキラの。これを取り出します。はい、取り出しました。これとだから同じサイズにしたらいいわけやな。うわ、はみ出るなこれギリ。じゃあこの透明になった筒の中にこれを入れていきます。入りました。かわいい。あーやば、これ幅もでかすぎましたね。もうミスのあれやん、極みやん。このさっきのキンブレシートを入れていきます。かわいい、待って、やば、天才的にかわいい。完成しました。見てください、中島ゆうとくんって書いて、こっちがゆうとりんって書いてます。じゃあちょっと光らしてみますね。ボタンはここにあります。なんか2個あるんやけど、あ、ついた。うわ、かわいい、めっちゃやば。あ、でもちょっとカメラ見えへんよな、わかるかな。これが赤です。ちょっとほんまにわかりにくい、オレンジに見えるな。めっちゃでももう光りすぎて超真っ赤っかです。こっから見たら、こっから見たら真っ赤っかやけど、画面越しにはあんま伝わらんかも。で、あとうちのキンブレ見てくださいよ、ここに0810ってやってるんですよ、ゆうとくんの誕生日。これが濃いめの、結構濃いめのピンクです。で、これが私が一番使うでしょう、水色です。いいですねこれ、めっちゃ。これが多分黄緑かな、これが黄緑です。キンブレを作る時のコツとしては、これ OHP シートで印刷する時に2枚、同じのを2枚印刷したらもっとこの黒いところが濃く見えて、光らした時に。やから多分2枚、重ねて、あれやん、極みやん。このさっきのキンブレシートを入れていきます。かわいい、待って、やば、天才的にかわいい。完成しました。見てください、中島ゆうとくんって書いて、こっちがゆうとりんって書いてます。じゃあちょっと光らしてみますね。ボタンはここにあります。なんか2個あるんやけど、あ、ついた。うわ、かわいい、めっちゃやば。あ、でもちょっとカメラ見えへんよな、わかるかな。これが赤です。ちょっとほんまにわかりにくい、オレンジに見えるな。めっちゃでももう光りすぎて超真っ赤っかです。こっから見たら、こっから見たら真っ赤っかやけど、画面越しにはあんま伝わらんかも。で、あとうちのキンブレ見てくださいよ、ここに0810ってやってるんですよ、ゆうとくんの誕生日。これが濃いめの、結構濃いめのピンクです。で、これが私が一番使うでしょう、水色です。いいですねこれ、めっちゃ。これが多分黄緑かな、これが黄緑です。キンブレを作る時のコツとしては、これ OHP シートで印刷する時に2枚、同じのを2枚印刷したらもっとこの黒いところが濃く見えて、光らした時に。やから多分2枚、重ねてこの中に入れた方がいいと思います、多分ね。私はちょっとOHP シートが1枚しかなかったんで1枚しかできないんですけど、これ紫です。可愛い紫も。で、これがさっきよりもちょっと薄めのピンクです。緑かな、多分緑です。
で、これは黄色です。これあれさっで、これがあれ、これ紫、うん、で、これが黄緑ですね。黄緑、いや、違う、これが緑。なんか分かれへん。あ、これ、オレンジ。ごめんなさい、ほんま何色か何色か。これが白。え、白もめっちゃ可愛い。で、これが青です。って感じかな。多分ね、濃いピンクとか薄いピンクとか多分いろいろあるんですけど。ほら、ピンク2種類あるわ。え、ピンク3種類ある？は？分かれへん。でも、とりあえず多分ジャンプはもう全9人ともの色は揃ってるはずです。って感じです。私が好きな、じゃあ水色でいいか。はい、こんな感じになりました。キンブレ光りすぎてもう 見えへんな。とりあえずもう超可愛いですね。超可愛いんやけど、えぐ可愛い。みんなもちょっと時間があるときぜひ作ってみてください、キンブレ。はい、で最後にキンブレは、一応コンサート、ジャニーズのコンサートのルール的には公式で販売されてるペンライト以外は使用禁止なので、キンブレは使用禁止になってるので、コンサート内では使うのはやめた方がいいと思います。ぜひ作ってみてください。じゃあね、バイバーイ。